心意気! マチスカさん、夜分にどうも。悪いけど、その首さっともらってくわ。なんだと! いきなり敵の本陣の奇襲とか、やること大胆だね。それは。ちょっとで戻らないといけない。わしは本陣を守りさえすれば、 あとは雪村殿の忍びがうまくやってくれるはず。少しでも徳川方の戦力を急ぎます。そうすれば南の方に徳川の船が来てるみたいです。そこを叩けば敵の進行を遅らせられるかも。敵を倒すだけの簡単なお仕事です。でな。 やってくれるぜ師匠。そうだね、やろう。勝利条件変更。敵には引いてみせねばならん。 おとなしくやられると思うなよ。
やっぱり容赦ねえのな面白えじゃん。 胸騒ぎがして急ぎ出てきて助かったわ。 良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。